はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。この橋を渡り切ると高崎市から、藤岡市になるんですよ。藤岡市というとね、七越し、ドライブイン七越しですね。もうすぐ着きますよ。どうにか到着いたしました。駐車場所はね、少しでも入り口に近いところですよ。いいね。あれですね、こちらの経営者のおじさんが元気そうに働いていますね。奥さんからね、体調を崩されたということは聞いていたんですけど、なんか元気そうで安心しました。おじさんが、こっちのおじさんね。大丈夫でしょうか。今日はね、おうどんにしてみました。今までね、ラーメン、チャーシュー麺いただいてるんで、今回はおうどんです。300円ですね。こういった感じでね、エビ天が1本乗ってるんですね。再びこちらのね、経営者のおじさん登場です。なんかね、食べ始めようかなと思ったんですけど、少しね、お話を聞きたいなと思っています。ちょっとスタンバってるんですよ。お仕事の邪魔になってしまうといけませんのでね。こんにちは。お体の具合はどうですか？だいぶいいんですけどね。ええ、まだ調子じゃないんですよ。
寒くてね、寒いからね。今朝も冷えましたよね。レストラン部門の再開の目処とか当たってますか？ちょっとじゃないですよ、ね、じゃあくれぐれも大事にどうぞ。はいはい、どうも。いただきます。はい、そのような感じでね、まだね、まあ、2月中ということで、まあ、寒さが厳しそうですけど、まあ、春になってね、どうなんでしょうかね、また再開されればいいと思いますね。今日はね、もうお腹を空かせてやってきましたよ。まあ、地粉がね、使われているということだけあって、まあ、色の方はちょっと黒めです。まあ、とってもね、素朴な味がしましたよ。まあ、皆さんもね、まあ、田舎のおうどん、まあ、懐かしいんじゃないでしょうか。
いつものように必要にすくい取ってますよ。まあわかめとね、まあ、エビ天の破片。まあ久々だったんでね、まあおうどんとても美味しかったですね。まだね、お腹が空きすぎちゃったのかな。まだいけそうでしたね。おうどんの他にもラーメン300円、チャーシュー麺350円、まあ、チャーシュー麺350円、こちらに行くとトーストサンド、どうでしょうか。ハムチーズ、これぞ定番200円、チリソース、一度食べたら癖になる200円。ハンバーガーはベーコンポテチ、チーズ。どれも200円ですね。今日は、やみつきになるチリソースいきたいと思いますね。店の人ですか。違います。お店の人向こうにいますよ。あ、向こうかね。はい、なんかテレビに出た。あ、ここですよ。麺類自販機は向こうですよ。え、麺類自販機。何だ。テレビでね。テレビに何か出たんですか。そうそうそう。そうなの。そう、それね。これだよね。美味しい。本当？まあ人それぞれだけどね。え？いや、ちょっと取ってみて。え？ちょっと取った。美味しい。食べたことある？もう今さっき食べ終わったとこ。美味しかった。うん。
テレビに、ね、出てた。そう。ね。自分で出すんですか。え？自分で出すの？あ、そうそうそう、自分でやるの。食べてみる。まね、そこのところ。あ、ここだね。はい。そこのボタン。うん、どう見てもお店の人には見えないとは思うんですが、まあいろいろとね、まあテレビを見てやってきたおばさま2人連れ、まあね、本当はね、まあ言ってあげてね、まあ説明したいなと思ったんですけど、呼吸が苦しくてね、まあ動けないということで、あ、このねチリソース、まあ大変ね、まあ
辛い感じでね、とっても美味しいんですよね。普段はね、まあ、朝食はね、トーストで、バターとね、まあ、ハムと、まあ、スライスチーズ、まあ、そんな感じでもう辛さがね、まあ、足んないから、たまにはね、こんなトーストサンドも、まあ、美味しく感じましたね。やみつきっていう感じにはなるかならないか分かりませんけどね、まあ、なる方もいらっしゃるんでしょうね。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まあ、安全運転でね、まあ、帰りますよ。はい、さよなら。